扇千景元参院議長の死去を受け、与野党からは13日、悼む声が相次いだ。2000年に扇氏らと共に保守党を結成した自民党の二階俊博元幹事長は、初代国土交通省、女性初の参院議長として、国政で大いに活躍をされ、国家の発展に大きく貢献されたとのコメントを発表した。旧自由党などで扇氏と活動した立憲民主党の小沢一郎衆院議員は、ツイッターへの投稿で、同志として政治行動を共にした際のエネルギッシュなお姿が目に浮かびます。とても存在感があり、積極的にアイデアを出して、果敢に取り組んでいく素晴らしい政治家でした、などと振り返った。